バナっぽいですね。ワンモア。ワンモア。始まるまでずっとアルコール。アルコール。ネクストライブソング。ジャパニーズアルコールソング。ビア。ウィーソン。ジャパニーズアルコールソング。アイドル。飲んで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 ごちそうさまが聞こえない。
で飲め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 、みんなで一緒にせい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 、みんなでごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。私たち日本わちゃわちゃという YouTuber 兼アイドルグループでございます。私たちはですね、武道館を一番大きな目標としておりまして、その武道館を決めるために今年の夏1月から東名阪で全部ツアーをさせていただきます。この全部ツアー、少しでも多くの人に来てもらいたくて、今日初めて東京で路上ライブさせていただいております。よろしくお願いします。今ねフライヤー配ってますので、お時間ない方フライヤーだけでも、そして名前ひらがなで日本、カタカナでわちゃちゃ、日本わちゃちゃというグループ名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございますね。学校帰りとか、お仕事終わり、あとね、外国人さんすごく多くて嬉しいです ね、 ね、私たち路上ライブ初めてやってるんですけども、こんなに海外の方がね多いと知らずに、全く英語を学ばずに来てしまいました。すいません。ちょっとオール日本語で頑張ろうかなって思ってますので、ちょっと皆さん一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。歌わせていただきますのでね、よかったら1曲でもいいので聴いてってください。
のことだけ見ていて、こっち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 、あなたは私だけのものよ。
ですね、YouTuber 兼アイドル活動をさせていただいております、はい、日本わちゃちゃをですね武道館を一番大きな目標にしておりまして、その武道館を決めるために今年の夏から東名阪で絶賛ツアーの方が決まっております。で今ねそのフライヤーの方、配らせていただいてるんですけれども、お時間ない方はぜひ私たちの名前ひらがなで日本、カタカナでわちゃちゃ、この名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいです。ね、ちょっとねまだあの1月とまだまだ日程は先になるんですけれども、少しでも私たち日本わちゃちゃを知ってほしくて、今日は初めて東京で路上ライブさせていただいております。貴重なお時間皆さん足止めていただいてありがとうございます。写真動画撮影も自由でございますのでね、よかったら、写真撮ってくれた方 SNS で日本わちゃちゃで、投稿してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネクストキーエンジョー。